札幌すすきのの寿司店おしどり。16席の小さな店で午後6時に開店します。寿司を握るのは小林雄二さん。新型コロナウイルスの影響で売り上げは去年の3割にまで減った時期もありました。午後10時、店の名前がおしどりから糸どりに変わりました。明るい照明の寿司店から落ち着いた雰囲気の居酒屋へ。厨房に立つのも伊藤博明さんに変わりました。週末を中心に寿司店の営業終了後間借りしているのです。すごく美味しいです。お寿司はお寿司で美味しいんですけど、やっぱり食べてるとちょっと味の濃いもの食べたいなとか、また違うお酒がたくさん飲まさって、帰る頃にはいつもベロベロになる。店の名物はワインにも合うもつ煮込み。寿司とは随分違ったメニューです。甘みとコクがあってご飯にも合いそうな味なんですけれど、ワインにも合うような非常に奥深い味がします。美味しいです、なぜこのような曲がり営業を始めたのでしょうか。背景には全国で3番目に多い北海道の新型コロナ関連倒産の影がありました。すすきのの寿司店おしどりに曲がりするもつ煮の糸どり。伊藤さんが曲がりを始めたのは先月のことです。自分の店を出そうと準備を進めていたのですが、コロナウイルスの影響でその開業をままならなくなりまして、見通しが見えない中どうしようかなと思いあぐねておりましたら、こちらで曲がしをするから自分のやりたいことをやってみないかという温かいお言葉をいただいて。新型コロナウイルス関連の倒産は全国で500件に上ります。そのうち北海道は25件と東京、大阪に次ぐ3番目の多さです。中でも飲食店が最も大きな影響を受けているといいます。このような厳しい環境の中で新規出店はリスクが高かったのです。お店を自前で持つとなりますと、その初期投資、その店舗を借りるだとか光熱費だとか人件費、莫大な経費がかかってまいりますが、曲がりという形になりますので、そういった経費が非常に低く抑えられる可能性を探索していく上で負担が少ない中でいろいろな将来の展開を検討できるということが非常に大きなメリットかと思います。借りる側だけではありません。貸す側にも大きなメリットがあるんです。貸し主の寿司店おしどりの小林さんは、他業種の方 と、価格帯も全部違う方と組むことによって今まで来ている既定のお客様と違うお客様がお越しになることが増えます。今度おしどりに行ってみようとか違うジャンルの時間帯に行こうということによって相乗効果で売り上げというのは伸びていきます。おしどりに曲がりしている店は他にもあります。夜どりというイタリア料理の店です。寿司店で出る魚の切れ端などを洋風にアレンジしています。曲がり営業が食材の無駄をなくすことにもつながっているのです。このような飲食店の曲がり営業は首都圏を中心に増えているといいます。物件紹介サイトを運営する西浦明子さんは、今回のコロナでやはり家賃の負担というのが非常に、こうした危機の下では重くのしかかってくるといったことが非常に明らかになりましたので、リスクの少ない曲がり形態で始めようと思っていらっしゃる方が最近増えていらっしゃいます。夏場にかき氷専門のお店を、2ヶ月3ヶ月限定で出店される方もいらっしゃいますし、長期で店舗を借りるよりもお客様の反応を見ながら曲がりのスタイルを使ってニーズがある時だけ集中的に出店していくといったことが可能になってくるかなと思います。アフターコロナを見据え店舗を有効活用する曲がりスタイルが広がっていきそうです。